と青森県の若者が集まった時に、みんな各県は伝統芸能だとか、あと方言だとか、そういうものをやってたんですけど、うちらは実はあんまり興味なくて、やるんだったらもうテクノを一晩中かけたいとか、固定観念抜きにあのいろんなことをやれたらいいなっていう風なので、役場の職員だったりとか運転手だったりとか、全然バラバラなメンバーが集まるからこそ一つにまとまった時のその光り方がこう七色にこう光るんだなっていう風なのはすごく感じますね。